ロバート・ロビー・ブレイリはアイルランド共和国ダブリン出身のプロサッカー選手。アイルランド代表。バーンリー FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。2008年からマンチェスター・ユナイテッド FC のユースチームに所属し、2011年にトップチーム昇格した。7月19日、フットボールリーグチャンピオンシップのハルシティ AFC にレンタル移籍した。 8月5日、ブラックプール FC 戦でプロデビューを果たした。8月27日、レディング FC 戦で初ゴールを記録した。2013年1月8日、ハルシティ AFC に完全移籍した。2013年8月24日、プレミアリーグ開幕戦のノリジシティ FC 戦で PK を決め1から0の勝利に貢献した。 しかし1ヶ月後に素形部の手術を2回受けたため、残りのシーズンを全休した。2014から15シーズンは3得点を挙げたが、チームは降格した。2015年7月29日、ノリッジに3年契約で加入した。2016年3月1日のチェルシー、FC 戦では、チームメイトのガリー・オニールと衝突しまえば2本を失った。ノリッジは、 同シーズンを19位に追え降格。ブレーディ自身は連続で二部降格を味わうことになった。2016から17シーズンはチームに残留。10月1日のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦では25ヤードの距離からゴールを決めた。2017年1月31日、レスターシティ FC への加入が噂された中、 同じプレミアリーグのバーンディー FC にクラブレコードの1300万ポンドで移籍した。アイルランド代表として各年代でプレーし、2012年9月11日、オマーン代表戦で A 代表デビューを果たし、初得点を記録した。2015年11月3日、UEFA ユーロ2016予選プレーオフの ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で得点を決め、アイルランド代表の本戦出場に貢献した。2016年 UEFA ユーロ2016では、決勝トーナメント1回戦のフランス戦で PK によるゴールを挙げた。ありがとうございます。